神戸商業講習所の設立時の所在地を示す、兵庫県立神戸商業学校発祥地の非神戸商業講習所は、1878年1月、兵庫県と福沢諭吉により、神戸区に設立された、国内2番目の商業講習所である、1886年1月、兵庫県立神戸商業学校に改祖されるまで存続した。神戸の地で、商業、 貿易に従事する人材を育成する学校の構想を進めていた兵庫県令森岡正隅は、西南戦争後、県官業課長で、旧、福沢諭吉門下の牛場拓造を通じ、福沢に、接近、1877年11月、福沢との会談にこぎつけた。この会談で、森岡県令は福沢から協力を得ることに成功し、商業講習所の設立を、 文部省に申請した。1878年1月26日に、会所式が取り行われた。設立にあたって、森岡県令は福沢に、一切の教務、事務を委任、慶応義塾から派遣された支配人を呼び、教師2名その他一切を引き受けるとともに公費の200円は、県税より支出することとした。商業講習所としては、1875年の、 商法講習所に続く設立であり、2年後の1880年には大阪商業講習所の設立が続いた。支配人には元中津藩市で慶応義塾出身の海織江が就任。翌1878年1月16日に開校した2年生の兵庫県商業講習所には14歳以上の生徒19名が入学し、4人掛けの長机を置いた畳敷きの 教室で複式簿記や物産知識を学んだ。同年のうちに神戸商業講習所と解消することになったが、その特徴は先行の商法講習所がもっぱら英語により教育を行っていたのに対し、神戸では福沢の門弟である簿記教師の藤井清史により、長愛の方、銀行簿記製法など和書による教育が行われていた点にある。 また1882年日本の商業学校として初めて中国語科を設置し中国語教育を開始した点も特筆すべきことである。県令の全面的なバックアップの約束にもかかわらず、開校後、兵庫県会が西洋人や銀行、会社の長賃持ちをするような学問には金を出さなくても良いとして予算削減を決議したため財政難に陥った公習書は 農商務省からの補助金の過付を受けることになった。そして1883年には農商務省、2年後の1885年には文部省に移管されるなど、運営主体が頻繁に交代して苦難の道を余儀なくさせられた。結局1886年1月、公衆省は再び兵庫県に移管、第一種商業学校に改編され、 県立神戸商業学校と改称した。なお、兵庫県立神戸商業高校は、神戸商業講習所の後ろ身である点をもって、日本最古の商業高校としている。創立当初の所在地は、北長瀬通り4丁目40番地にあった、福沢の知人関戸吉木の屋敷であったが、1879年には、元町通り3丁目、ついで1883年9月には、 神戸下山手に移転した。現在、発祥の地には、記念碑が混流されている。また、創立当初から、七宮神社境内に夜間部が設置された。ありがとうございます。